どうも YouTube の皆さんこんにちは。今日はですね、有料動画を撮るよって言って、まあ、すでに撮ったんだけど、その時にさ、ミクちゃん、そこにいるミクちゃんがね、サロモって言って美容院の撮影のモデルさんよくやってるんだって。で、そのフォトレもモデル全然やりたいって言ってくれたら、もう全然紹介するから、紹介っていうのも勝手にやって、そうね、全然やるんだけど、そのフォトレモデルさんって例えばこれ今もしも撮影被写体さんを やろうかなっていう女の子がいるとしても、男でもいいけどさ、そして何をどうモデルすればいいのか分かんないよね、多分ね。でサロモさんをやってる女の子からしても、モデルさんからしても、そのサロモさん、彼女ね、すごい撮ったらすごい有能なの。前もサロモさんとして会って撮ったんだけど、ちゃんとその自分がスタイリングされた、今ならさみちゃん、はい、問題です。どこ見せるこっち側にね、お団子があるんで、ね、そうだから自分がどういう髪型に作られてて、それは美容師が作って、それを撮りたいからモデルさんを呼んでお願いするわけじゃないですか。だから見せるべきところがもう本人分かるのね。あ、可愛いね、それね。そうちょっとズームして見せてあげて、ズームしてこのカメラに、そのそうその辺だよね、分かる。で、俺ら写真撮る側もこの辺、そのスタイリストさんと話して、この辺にしたいよね、それこれねっていう、この着るんっていうのと、ここがね、ちょっとボリュームがあるのとって撮りたいよねっつって、あと色的にはこの空気スカスカ入れて、引っ張って空気入れてるからさ、そこに光通してそのカラーも見せてあげるといいって。俺別に美容専門じゃないけど、見るわかるからさ、ミクシャーは美容だから 見て分かってんね、自分で。だけどフォトレってなると、はて何がどうなんでしょうになるわけですよ。でだからその辺ね、その領域を超えたい人の場合は、僕も撮る側としてサロモさんの場合分かりやすい、でそのスタイルがカラーが見したいって分かるんだけど、フォトレ撮りをするときに、女性モデルを撮るときに何を求めているのかって聞かれると、人によって全然違うんですよ。なのでまあ相談するとか、お互いインスタ見て、あ、こういう人かって、例えばそこの今今日ビデオ撮ってくれてる滝尾ちゃんだったら、あの階段のとこに行ったら、ここの階段にはめ込まれるんだなとかすげえいいんだよ、俺大好きだ、あの写真がすごいインパクト好きで、かっこいいね。あ、生発想ないの？竹井さん、ツイッターに載せてるの？あります。うん。後から見せてる。まずね、そう、見ると、すごいかっこいい。モデルさんもすごいです。動画にも出てます。そう、だから、その辺を人によって求めるものとかが違うから、まあ、そうなしてやってくんだけど、それをちょっと今、実際に写真撮る中で、お互いにコミュニケーションを撮って写真を撮って、どういうコミュニケーションでどういう写真に流れていくのかっていうのを見てもらうと、多分面白いかなと思って今動画回してるんですね。なので YouTube でこれはみんなに見てもらおうと思っているんです。でライティング的には全然難しいことでね、あのここにリフレクター付きのやつがいると、正面寄りにあって一トンカーンと硬い光が彼女に当たります。ゆみちゃんすごいパーツがしっかりしててさ、ね、いい作りだよね。いや、中心に寄ってるのに。いや、そういうのはそういうのはいいんだよ、俺たちに。トータルで可愛いかどうかとかね。だから、顔のパーツがそのちゃんと強い子、ラインがしっかりしてる子じゃないと、硬い光ってあんま向いてないんだけど、この子は勝てるよ、きっとね。なので、硬い光をちょっと作ってます。だその辺はもう、ね、僕らのあれじゃないですか。でポトレの場合はよくロケってね、屋外で撮ったりするから、状況任せなで、リキちゃんに関してはサロモの枠を超えてもらうのに全身撮ります。足まで、そう、はい、足まで含めて全身撮るときに、こっから上で終わっていたやつが、意識が終わって OK だったのが、そこの下まで全部、つま先まで行くんで、ダンスするわけじゃないからあれなんだけど、指先とかね、足先とかまで映ってしまうのに、じゃあどうすればいいの。俺はモデルの、なんていうの、コーチじゃないからそこを教えられないんだけどね、でもそれをごめん、ちょっと言っとく、はい、その辺を突き詰めていくのがちょっと面白いのでやってみましょう。というわけでちょっと今テスト撮り1枚させて、ライティング確かめるので、あ、さすがに全身ギリギリ難しいので、ちょっと待って1枚つかないよね、つかないよね、よし、ついたの今ね、こっちでね、リモコン入れたの、はい、うん、そのまま50センチぐらい後ろに下がっちゃって、了解です、このぐらいか、その辺、ありがとう、
点でしょう。ありがとう、竹内ちゃん、どうもありがとう。一人でに動いてくれる三脚、非常にありがたい。感心してます。かわいいな。でね、最初多分ね、大きく動かないっていいんだ、全然。範囲的にスタンスも結構均等でいい。頑張って崩さなくていいので、重心このぐらいか、ちょっとでいい。ちょっとでいい。微妙にその体の機械、そう、微妙でいい。ちょっとだけ狭いの。ありがとう。よっしゃ。そうです。ありあり。そうです。いいね。まあまあ、どっちかというとファッション的なアプローチになっているから、なんとなく今服を見せに来ているのが分かる。難しいね。まあ難しいよね、これな。今本当にこんな感じ。あ、消した。こんな感じ。服はよく見えます。なぜなら顔やってないからね。そうそう。なので服がよく見えてしまうんだったら、服を見せてしまえばいいので。あとね、とりあえず横取りたいな、一遍。そう顔も適当。あ、了解。うん、横側は横側で撮りたい。竹内ちゃんさ、俺の後ろ側にビデオカメラ入れた方があれかな、ひょっとして。そうですね、 こっち側に。どうも。結構服的にダボっとしてるから本人余計分かりづらいかもしれない。いや、かわいいよ。そう、ミクシャン標本みたいな。アリス。そこでじゃあバリエーションをモデルさん作ってくださいだ。そうだね。あ、かわいいな。そうです。白彫りっつってさ、白背景だとすごい困るよね、モデルさんも。いや、そうですね。背景との絡みないじゃん。ないです。結構怖いって言われる。あ、じゃあ今度顔だけグリってこっち見て。あ、かわいい。素晴らしい表現力。素晴らしい。そうです。これ面白いのさ、ミクちゃん、ショットごとに動いてくれてるじゃん。それが別にいらないカメラもちょいちょいいるんだよね。ポートレート系の人はいらないんですか、じゃあ。ポートレート系の、ストロボを使って、なおかつ、バリエーションが大量に欲しい人の場合は、そうやってバチバチってやってほしい。あ、そっか。だから YouTube とか見てて、モデリング系の、モデルさんの、プロのモデルさんの見せるやつやると、それをすごいスキルみたいにやってる人がいて、バチバチやってるんだけど、いらんのよ、別に。俺らの場合は、どっちかというと、細かい、うわっ、あと5ミリ顔こっちとかってやりたいから、なんか重視が動いた方がいい写真撮れるかもしれないですか。そう。でも、だからまあ状況によるよね。カタログ撮影だったらいろんな、いっぱい中国のやつとかすげえんだよ。あの、なんか何秒で何ショットとかって尋常じゃないスピードで撮ってって、モデルさんもマジでパラパラ踊ってるみたいな感じで。見てみる、めちゃくちゃ面白いよ。それはバリエーションが欲しいから、もう突き詰めるとそうなるらしくて。でも僕らそういうんじゃないんで、別に。了解です。そう、俺も正座して撮ってるぐらい。正座して撮ってる。確かにちょうどいいんだよね、今。あー、かわいい。さらに上半身倒して重心崩し、あー、かわいい。それです。頭の向きもちょっとずつ、そう、あ、かわいい。そうなの、それ欲しく。勘のいい子好きだよ、おじさん。素晴らしい感じが。うまいね、そうだね。よいしょ、今度まっすぐで、体横向きで、大丈夫。なんだろうな、やっぱちょっと重心を崩した感じが見たいんだよね。で、横から見てだから、反り返る側ってどう？あ、かわいい。ありあり。足さ、どっちか引くかなんかしようか。
こう。あ、ありあり、かわいい。うん、いいね、いいね。あ、お尻伸びしといて、ジーパン。お尻 もうちょい向こう向き、足ごと時計回りで。そう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 、ありがとう、ありがとう、かわいい、素晴らしい。そんな感じです。そう、きっとこれ撮ってくれてる竹雄ちゃんも普段やってるのと全然ちょっと違うっしょ。スタジオでは撮らないんですよね。だよね、スタジオってさ、このコミュニケーションが取れないと、もっそ気まずいんだよ。地獄みたいな。地獄みたいな。そうで、下手すると、参加してる全員が、何か違う。ずーっと見てて、俺もだ、例えばクライアントでよくわかんない、コミュニケーション取れない場合とか、今は最近ないけど、コミュニケーション持ってくれない場合は、こう、わかんないんだけど、切るしかないから、切って、どうすか言っても、うん、みたいな。満足してる風でもないし、そんな、喋っちゃダメとかじゃなくって、モデルさん自身がそういうクール系と。難しいのは、モデルさんは人によって乗ってくれるじゃん。うんうんうん、乗ってはいけないって思ってる子もいるの。ただただ、モデリングのスキル見せて、服を見せるのが仕事ですよねって、クールにひたすら黙ってさーってやると思ってる人もいるから、こういうコミュニケーションが一切ない人もいる。あ、難しいですね。だから、カメラ側の人でこれ見てるとしたら、一番大事なのは、俺よく現場力って言うんだけど、一番大事なのは、現場入ったらフォトグラファーが一応全権を委任してもらうんですよ。大体ね、クライアントがいる場合でも。なので、そういう時は、僕の現場こういう風なんでって言って、厳しい現場でもいいし、緩い現場でもいいから、それを自分で最初提示して、こういうとこなんで飛び込んできてねっていう、そのお迎えする側を見せるのが大事。それは別に、事前にこうペーパーを配ってもいいし、死後現金とか配ってもいいし。分かるじゃん、でもそういうのが、うん、やりやすい。そうそうそう、だから大事なのは分かりやすいことだから、うん、多分その辺をいっぺんやると、写真のね、内容どうこう以前に。で、今とりあえず服を見せに行ったので、次はですね、みくちゃんの適性をみんなに見てもらうのに次は感情表現編に。あー、難しいそれ、一番難しい。めっちゃおもろい。そうそう、そういう感じ、そういう感じ。うまいな、自分。自分言うた。あー、そうそう、いい、すげえいい。大したもんですよ、ミキちゃん。あ、そうそう、今ね、その重心変えていくのが本当できないね、なかなか。俺は無理だな。まあね。まあ無理だな。まあね。あ、いや、うまいね、本当に。上手だ。でもそうね、すごい。モデルさん同士で言うさ、なんか上手い下手はよく、俺には逆に分かんなくて、うんうん、カメラマンサイドからすると、うん、でもなんか何が欲しいかちゃんとね。あと最近言うんだけど、服が着れてるって表現するんだってさ、自分が何着てるか分かんない子結構多いじゃん。あー、確かに。絶対多分今ドレスぴったりしたドレス着てたら全然違う。あー、さすがに言うでしょ、うん、でそれ分かんない子意外といるのよ。あ、そうだからね、その辺はやっぱでかくて、あー、なんかこれだったらここがダボダボしてるから足とか見えないよね。そうそう、ね、中で微妙に動いたって見えないよねっていうのが前提だから、おっきい動きにしてくれてるじゃん。そういうのがモデルさんの適性としてあるんでございますよ。非常に非常にいい、非常にいい。うんうん、あ、戻っちゃった。この子いいよ、座ろうか。油でも描いてみるか。アクティブなジーパンの女の子。ああ、綺麗だね。そう、ちょっと正面で、今度はこうカメラに向かって語り。